柴原は兵庫県辰野市小宅寺にある、柴原和の墓。柴原は明治38年11月29日は、幕末期春間国立の藩出身の志士。明治維新後は新政府に出資して、初代の千葉県令や、貴族院直選議員などを務める。字は、施設。幼名は総吉、後に順次。児。画号は、安城、この小山。子に翻訳家。 弁護士の柴原亀次がいる。大月番系、安井即剣、柳川西岸などに学ぶ。辰野藩の下級武士である、柴原左57の家に6人兄弟の三、何として生まれる。幼い頃に同藩士の梅原松之助の養子となるが、少々気営の性格が、養父の機嫌を損ねて離縁された。だが、藩の首脳からはその才能を評価されて、 遊学を許されて、江戸で、大月万慶、安井即圏、京都で、柳川西岸、大阪で、落合並び石、後藤松陰、山和国で、森田節祭に学んだ。安政三年には、藩校の塾長に抜擢される。だが、三年後に、諸国歴遊の旅に出てそのまま、脱藩、京都で、尊老上位運動に加わりながら、同地に塾を移していた。 森田節祭の熟党を務める。だが、源氏元年に森田が幕府によって京都を追放されると、柴原は藩の恩赦を受けて立野に戻り再び藩公の助教に任じられた。その後も京都と立野をたびたび往復し、長州政党では藩の参謀として参加するが、第二次政党では藩主脇坂康彩は柴原らの意見を聞いて、 途中で軍を止めて戦地には入らず、とは、伏見の戦いでは教順の意を示した。明治2年、柴原は新政府に召されて侍松院に入ると、元来砂漠派であった辰野藩を強順論でまとめた功績が、岩倉ともみ、大久保利道らに評価されてただちに、甲府県大三次に抜擢された。2年後には、岩原県大三次に転じた。いずれも、甲の国、 上野国国内の急転量及び旗本量を管理することが主たる任務であった。ところが、明治4年7月、和佐国、安保国で同様の管轄をしていた宮谷県の県令であった柴山県が政府と対立して官職剥奪の処分を受けると、柴原は岩花県着任からわずか2ヶ月で宮谷県県県令に任じられて、和佐国山部軍宮谷に入った。 この年の11月の廃藩地県後の府県統配合で旧和佐安房国は木更津県に統合され、柴原もそのまま同県の県県令に横滑りした。明治6年、柴原は隣接する印馬県の県県令を兼務すると、その年の6月15日、印馬、木更津両県の合併によって千葉県が設置されて、柴原はそのまま同県の初代県県令となった。 柴原は、明治新政府の意向に従って、文明開化食産工業政策を進めた。千葉県発足からわずか4ヶ月後には日本で最初の見解を設置した。初代議長に、人望の厚い老野を、重情報を迎えられたことは在任中公判が自由、民権運動交流期で、千葉県もその中心の一つであったにもかかわらず、全国各地で発生していた。 県令と県会の対立を最小限に食い止めることになった。また、明治9年には、大久保利道に地租引き下げを求める意見書を提出している。その一方で茶の栽培や養産業の奨励、犬坊崎東大や千葉市販学校、千葉県五国神社の設置などを行った。特筆すべきは育児政策である。打体や間引きを厳しく禁じて、 県内すべての乳幼児とその母親を登録させて、育児取締りという専門の担当官に育児支援政策を行わせたことである。こうした働きは当時の新聞にも高く取り上げられて、滋賀県の松田道幸、兵庫県の神田公平と並ぶ三県例と評価された。明治13年には元老院議官に任命されて千葉県を去った。 後に高等法院売席判事に転じた。明治19年7月16日に、三島道常の公認として、山形県知事によって、県令は県知事と解消されるに認じられる。ここでは県議会が2敗に分かれて争っていたが、柴原はその仲裁に奔走するとともに、鶴岡の大火、最上川の水害などの災害処理に当たった。 明治22年12月26日に、香川県知事に転任して当時大流行した、これら対策や、第一回衆議院議員総選挙の実施などに当たるが、明治24年4月9日に60歳を迎えたことを理由に職を解かれた。当時の報道によれば、柴原の実績に期待していた県民は、あまりの短い任期に失望していると記している。 明治27年1月23日には、貴族院議員に直選された。明治38年に74歳で死去し、肖像医、君に当局日、茂光明が贈られた。墓は故郷である、兵庫県辰野市の承諾寺にある。ありがとうございます。